こんにちは。こんにちは。三橋 T. V. のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私高家の後。三橋孝明です。三橋 T. V. は三橋孝明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ。視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひとも、チャンネル登録をお願いいたします。はい、チャンネル登録はこちらからお願いいたします。 三橋経済塾ですが、第12期の第1回講義は藤井聡先生をお招きして、1月21日に開催されました。まあ、それ以降の、えー、ゲスト講師の皆さんはこんな感じ、まあ、ほぼ12月までもう決まっておりますので,で、今から入ってもね、藤井先生の講義とか私の講義聞けますので、ぜひご入塾いただければと思います。はいえー、形成史論ですが、高等論第48回全9年の駅、歴史時事第48回大同盟戦争がリリースになりました。 前9年の駅から3回にかけて、東北が舞台なんですよ。はい、はい。あの、実はですね、その平安時代から鎌倉時代へのこの移り、転換、はい、転換って、あの、関東、東北が舞台なんですよね。うん、何気に。あれですよ、あの、もちろんた、あの、平氏を滅ぼした源義根が滅ぼしたのは九州、壇の浦ですね。はい。壇、はい、の浦ですけど、その,その後はあのとあれ、関東、東北に舞台が移るんだけど、そこがね、あまり語られてないんでしょうね。えー、はい。 なんか東北って何もなかったイメージ。そんなことないです、そのめちゃめちゃ豊かだったんです。まず、武士が、あの絶対に必要な強い馬を産出した。こと二<え>つ目、金が取れたこと。え?。はい。平泉の金色堂とか知りません?え。え知らないです。行ったことないです。行ったことないです。はい。 ちょっと勉強して言ってください。はい。言ってください。東北出身なのに。東北出身そう、<laughs> 考えてみたらそうだよね。はい、考えてみたらそうですよ、ね、なんか嬉しくなりました。はい。東北があの、日本の中心と言っても、多たぶんしょうね、ちょ平安京中心とした朝廷とこう、平存する形。はい、逆らわないんですよね。建造<ー>品いろいろ送って、そこをシェアすることころ見逃してもらうみたいな形の国があったんですよ。へえ<ー>。それを頼朝は最後に滅ぼさなくちゃいけなかった。っていう話。ま、あそこにまあ、そこまであの今回というか、あの、次回まででいかないんだけど、まあ、あの、東北の歴史っていうのは、 ちょっとぜひ皆さん学んでいただきたいなと思いますけどね。うん、なんか平安京中心とか鎌倉中心みたいになっちゃうでしょはい。イメージあります。イメージありますでしょはい。そんなことはない。そんなことはないでしょ<ー>ということです。はい。というわけでですね、はい、本日は、あの、また主権の問題なんです。はい。前回、我々は、その財務省から財政主権を取り戻そうとしているかもしれない <laughs> という、まにその経過にあるんじゃないの過渡期なんじゃないのって話をしましたけど、もう一つ、 主権をあの取り戻さなくちゃいけないというよりも、奪われちゃいけない相手があるんですよ。それはね、市場って言うんです。市場。はい。あの、基本的にですね、その市場というのは、あの、要は政府の、特に金融と財政の主権をなんとか奪い取ってコントロールしてやろうという、そういう縫いみたいな存在なんです。あのね、誰かがやってるとか、後ろに誰がいるって気がないんですよ。はい。ただ考え方がそうなってるんです。うん 例えば、金本位制って、固定化されたおばさんも同じなんだけど、これ貿易赤字の国っていうのは、輸入を減らさなくちゃいけないですね。はい。はい。そうしないと貿易赤字の,あの縮小ができないから。うんうん、はい。輸入を減らすためにどうしたいんですかと。それは政府が金利を引き上げて金を借りにくくする国民が。はい、さらには、金縮財政する。金使わない。プラス増税する。まあ、いわゆる金縮財政ですけど。 それをやるとみんな貧乏になるじゃないですか。で、はい、失業率も高まるじゃないですか。する、うん、と輸入が減るんですよ。外国製品買えなくなっちゃうから。あ、高くってってことですかそう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 。えー、そもそも所得がない、ないためとかね、えー。え、逆に供給能力上げて、あの、他の国に頼らなくてもいいようにするわけではないんですか、ね、それは固定為替相場制だと不可能なんです。あなるほど。不可能です。なぜかというと、うそれをやってしまうと、為替レートが変動しちゃう。はい、あるいはその金とのその打換ができなくなっちゃうから、 だから、だからまず、固定為替相場制。為替レートは一定です、はい、もしくは、えー、金と、固定レートであの一致し、常に一致するようにします。一、四銭いくらねみたいな形の、まず決まりがあるんですよね。ああ、なるほど。そっちが優先されるから、はい、当然国民のための支出下ぐらいとか、あるいは利下げして景気抑止をなんていうのはできなくなっちゃう。はい、これって、はい、その金、本質、も金本質っていうか、貿易、 というこの市場、はいはい、貿易収支という市場の統計とかあるいは為替市場ですねに政策をコントロールされているってことでしょうう実際あれですよあのユーロっていうのはあれは共通通貨だけどユーロ加盟国同士は固定為替相場線なんですよねはいはい、でギリシャが、えー、国債発行するのはユーロ建て国債発行すると <laughs>、はい、でギリシャの国債の金利が上がってきたとで最終的にそのギリシャ政府どうするかというとこれ日本だったら、うん 日銀買っとけ。で終わるんだけど、それできないから、欧州中央銀行に対する主権がないんで、ギリシャ国民には。だから、最終的には、なんとかユーロをかき集めて、この下へのプルロ、かき、実際そうなの。はい。それで、返済しなくちゃいけないんです。そのためにはですね、そのためには、まず、年金減らすとかね、支出を削るわけ。はいはい。公務員削るとか、実際やってんだけど、これ全部。はい。さらには、え増税する。はい。増税、ユーロを巻き上げる。 ってことで政府の手元にユーロを貯めて、それでユーロで返済するってことをやらなくちゃいけないんです。うん、ということは、その国債の金利が上がっていくっていうような状況でそれやらざるを得なかった、実際やらざるを得なかったギリシャっていうのは、そのユーロ建て国債の市場に政策をコントロールされてるでしょうと。そこにギリシャ国民の主権は存在しないんですよっていう話なんですよね。はい、固定化せそ場所の国も全部そうですよ。うん、で、でも逆に、 変動為替相場制の国で、しかもそれなりに供給能力があると。はい、いわゆる主権通貨国。はい、あるいは独自通貨国ですね。うんはい、国債は自国通貨だって国債しか発行してませんと。で、為替レートは変動です。うん、変動です。で、供給能力それなりになります。だからいきなりバーンってインフレ率上がったりしないという。うん、まあ具体的には日本、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、スイスくらい。ニュージーランドもそうかな。これらの国々は、はい 主権通貨国だから、基本的にはですね、市場によって財政政策がコントロールされることはない。金融は多少あるんだけどね、確かに。はい、財政はない。でも結構なんか市場の信任がとかいう言葉聞くのは何でなんですかそういうふうに言われると、なんか市場の信任ってなんだっていう突っ込みをする人がいなかったからですよね。あ<ー>私はやるぜ。私 <laughs> は具体的に何で言ってみろって。ところ、なんですよね。はい、ところが、日本の場合はですよ。 その市場によって財政をコントロールしようとする連中がいるわけです。財政破綻論者なんです、ね<ー>はい、ということでですね、ブログでございますね。もうね、いい加減理解してほしいんだけど、まず、うん、日本国債は100%日本円建てだから、えー、いわゆる債務不履行ね。ギリシャが落ちっちゃったやつね。債務不履行ありません。国債金利が上がってったって言うんだったら、ギリシャ政府は何もできなかった。はい、方法がないから。うん、日本は日本銀行が、 国債買い取って、今、実際 YCC まだ続いてますけど、抑制するのはその話だろうと。うん、はい。で、インフレに、インフレについ,についても、いや、もともとデフレで困ってんだろと。はい。もともとデフレで困ってんだろうと。いう話なんですね。で、さすがに最近あれですよね。今のインフレ率の情報について、その、何でしょう。コストプッシュ型インフレであるっていう、認識広まっちゃったから、ちょっわかるよね、誰でもね。<laughs> 輸入分価が上がってるからな、国内にインフレになってるだけであって、別に需要が拡大するわけじゃねえだろうと。はいうん という話が結構理解され始めてきたんですよ。そうすると最後に残ったのは何でしょうちょっと日銀破綻炉はあれあまりにも言わないけど、妄想だからちょっと起きますね、うん、脇に。あんな妄想に付き合ってもららないんで。他にもう一個だけあるんですわ。もう一個。財政を拡大すると為替レートが暴落するでしょう。はーえそう。え、日本が財政拡大したって言ってるってことですかうん。 でもこれで<れ>じゃあアメリカどうなのっ終わりなんで。はい、アメリカどうなのアメリカは財政を拡大しましたと。日本と桁違っ桁が、文字通り桁が違ったから。うん、コロナの時でしょ。そうすると国民の所得が増えて需要拡大して、はい、それであのデマンドプル型、プラスコストプッシュ型のインフレになっちゃった、うんうん、はい。はい そうすると FRB が利上げをすると、ものすごい勢いで利上げをしてったわけですよ。すると他の通貨に対してドルが買われやすくなってドル高になったつまりアメリカは財政拡大政策がドル高を引き起こした。と、はい。いうのはこういう現実があるんだけど、日本が財政拡大すると円が暴落する、円高になるって言うならわかるんだけど。<laughs> 円安になるって言ってるわけ。で、さっきのアメリカの事情ね、アメリカの事情で、はい えー、11月ぐらいまでかな、その為替レート、日本の円の為替レートはどんどん下がっていったよね、確かに。一時、一時1五十、一ドル151円ぐらいまでいったわけ。はい。ところがですね、その後どうなったかというと、こうなっちゃったのね。これね、こういうのをね、見るときはね、日本だけ見てもダメ。はい。せめて、為替について語るなら英国ポンドとユーロを入れなくてダメでしょと。うん、これ見たらね、何が起きてるかわかるわけ。これがだから、為替レートが暴落あの、3つの通貨の為替レートが暴落地か下落していった時期。ですよ。 英国ポンド一時すごい下がったけど、まあ、その後戻したんですけど、これはまあ、ぶっちゃけ反動じゃねえのって話なんだけど、日本円、ここピークですね。あ、10月ですね。10月がピーク。ピークってあの、要は一番安かったってことなんだけど、はい、<laughs> 絶対ですね。151円ぐらいでしたね、一応ね。そっから、ばばばばばばーとこう、円高の方に来ました。はい、ユーロもなんですよ、実は。うん、下がってて、ユーロはあの、A 日の通貨ほど激しくないんだけど、えー、ど、えー、ユーロ安になって、で、ユーロ高になっている。 イギリスも英国ポンドも、ユーロ、えー、英国ポンド安になって、ポンド高になってる。はい。でも日本の方が今、カーセレートの上昇が上回っちゃったんだけど、英国ポンドについては。これ過去5ヶ月間で見てんだけどね。はい、過去5ヶ月ぐらいで見てんだけど。じゃ、うん、つまりあれかなと。ここ。ここのところって、三カ国とも、なんだよ、緊縮財政とかやったんだよ、きっと。<え>はい。だから、カーセレートが下がったんだよ。ここはあの、三加国、三加国。まあ、ユーロ地域だけど、 あの、二カ国、一地域って、こうみんな財政格大やってたんだよ。だから、追加ボラ落してたんだよ。そんなわけありますそんなわけあるかも、ケ、OK? みたいな。そんなわけあるから。<laughs> なんだろうね、あいつらの幼稚性っていうのは。これは、要は、中期的に、LRB の利上げによって、ドルが変わりやすいことが起きたから、これね、英国ポンド安でも、日本円安でも、ユーロ安でもなくて、ドルだからなんですよ。要は。で、ここは何なのじゃあ、ドル安ですよ、だから。あの、アメリカのインフレ率が落ち着いてきたので、 そろそろ FRB が政策を転じる可能性が高いなと。と、みんなが思った。みんな思っその思惑がね、金融市場に広まった結果、のドルが売られて、他の通貨が買われやすくなったというだけの話です。うん、前何回も言ってるけど、金融市場、うん、というか、為替市場だな。はい、為替市場って、思惑で決まるんで、うん、何をやったらこうなるっていうのはわかんない。はい、財政拡大をしたら、通貨が下落する。じゃあ、アメリカはで終わりですよね。うん、じゃあ、アメリカはと。 あじゃあアメリカのようにじゃあ財政拡大したら通貨が高くなる分かんないよねやってみないと、うん、思惑だから、はいはい、でこの思惑を何でしょう何々ですって断言する人がいたら基本的には疑った方がいいです、うん、私言ったことないはずで円安になりますとか円高になりますとか、はい、だって分かんないもんここね多分ね財政破綻派のね その、日本が財政拡大すると、円が暴落するの連中は、この辺、ね、最高だったと思うね来たーって思ってた。来たーってね。来たって。今どう考えてんだろう。うん、あれって。あれって。あ、多分沈黙するだけだと思う。何の言い訳もしないよね、あちらって<れ>、うん。でね、その、まあ、そういう、なんでしょう、妄想連中はいいんだけど、問題はね、はい、財務省なんですよ。財務省は、こういうえ事実についてですね、 なんですよそれをそれっぽいレトリックを作る天才なんですあ、はいつがそれしか仕事やってないんじゃないのってぐらいですよね、はい、だからせあの先生先生とこう政治家に言うわけですよはい,い確かに日本国債の債務不履行はないですよその方ですよ二次元が買えば終わりだからとでまあハイパーインフレーションもないですよと大体いい財務省自分でハイパーインフレーはありえないとか言ってるから、ねはい、ハイパーインフレーはないですよでもね為替レートが暴落するんですよと、うん、財政を拡大するとというとですね あの、結構な政治家が信じちゃうんですよ。へえーえー、じゃあ財政拡大しちゃいけないなって思っちゃうってことですかう,うん。でもね、それって自己否定なの、彼らにとっては。わかるかなつまり、日本の政府は、まあ、自分も含めて、国会も含めた政府っていうのは、為替市場の状況によって、財政政策を変えなくちゃいけないっていうのを認めても同然なんですよ。わかります乗っちゃうってことですね乗っちゃうってことは。 つまり、あれで例によって自分たちが何を言ってるかも分かってないんですけど、はい、あの、ドルと円の為替レートっていうのは、まあ、これを取ってる時点では、1ドル127円なんですよ。一時151円ぐらいだったから、相当円高になったじゃないですか。うんはい、はい。で、これね、珍しく日経新聞がね、あの、たあの、正しいこと書いてるの、経済のくせに。はい。要は、日銀が、まあ、あの、FRB の利上げのペースが緩むのと同時に、日銀が金融引き締めの方向の修正に動くと、動いてるかどうか分かんないとの。はい。 思惑が円買を促している。その通り。はい、思惑が決めるんですよ。はい、思惑に個人とかが影響を与えられますかと。かと。まあいろんな影響がいっちゃうんで逆に言うと。政治家の発言とか、ねはい、あるいは、あの、金融政策の、まあけ、あの、決定もありますよ。はい、あります。ただ、経常収支だったり、あるいはインフレ率だったり、うんうん、あるいは金利だ。金利と。はい、で、なんか、なんか日米、金利差が、 為替レートを決めると言ってる人がいるんだけどそんなことないよ実際のデータ見たらちょっと金利差によって思惑が発生してそれで為替レートが動いたってのが分かるんだけどでねそのさっきの財政拡大すればあのインフレになるあインフレじゃないあの為替安になるっていうのはこれ何なんだろうと金融政策なら分かるわけまだ、はいはい、金融政策で、えー、金利を引き下げますと、まあ、今日本やってますけどまだ。 アメリカが金利引き上げますと。はい、すると、思惑的にはですね、あ、これは円安ドル高だなと。それはわかるま。また、うん。はい、その、でも、思惑が起きないかもしんない。そこはわかんない。うん、思惑だからちょっと、それは。はい。金融政策を理解できんだけど、なんで財政政策なんだろう。はい、という話なのね。だって、財政支出って、これ民間の銀行預金を増やすって話だもん。はい。高経済の銀行預金を増やしますと。はい、うん。すると、あの、カンセレートが下がると。どうしてどうして 多分こういうことなんでしょ、まあ、銀行預金が増えれば、小池さんの銀行預金増えたら、お金使うでしょ、はい、多分。<ー>そうするとインフレ率上がるじゃないですか。はい、インフレってかあの通貨の価値の下落だから、うんうん、ということは、日本円っていうのはドルに対して弱くなるから、という思惑が生まれて、みたいな。でもそれってなんかぶっちゃけ連想じゃないですか多分、はい、そこまでうん、うん、あるいはその銀行預金が増えれば、金利が下がり日本円が売られるという、これなんか実際そんなことないんだけど。 あの金利市場が決めることから、はい、それこそねなんとなくそれっぽいレトリックを経由した連想なんですよねそのもしでしょその為替レートに財政政策が依存するということはですねこれ主権国家としてあってはならないただ現実には固定為替相場制の国とか共通通貨ユーロ加盟国っていうのは金融市場によって財政政策がある程度コントロールされちゃってる、うん ですけど、日本は違うだろうと。日本は違うだろうと。ということはです自民党の緊縮財政派。はい。実際ですよ、昨年、財政を拡大すると円安になるというレトリックで、積極財政派に対抗してたんですでこれ恥を知れですよ、も、も、はい、だって。だって、財政政策って、あの、政策の根幹ですよ。<laughs> 日本国民の運命に最も影響を与えると言ってもいいですよ。はい。 それがですよ、金融市場、特に為替市場の思惑に左右されなければならないってことはですね、お前らいらねえじゃんと。なっ,ね、なっちゃいますよ。なっちゃいますよ。いいよ、お前らいらないよ、ということですよ。うん、そういう、その事実にも気づいていないだからやめるべきだと思う、その、少なくともこのレトリック使って、財政政策、まあ、緊縮財政やらざるを得ないんだとか言った連中ってのは、政治家たる資格がない。自分が何を背負ってるか理解してないってことになるから、うん、もうこの名前ここまで出ってんだけど、言わないけど、<laughs> 今回は私が聞いたわけじゃないから、はい、また聞きあって積極財政の人たちからあいつらこんなこと言ってんだよって聞いた話だからそれは言わんけどもただ本当に政治家としての資格がないと。思う、うん、でなんでじゃあこんなことになってんだと考えた時に結局ね主権について理解してないからですよ、はい、う。主権。あのね昔ってその例えば国王陛下がいらっしゃいますと。 国王陛下が国も、国をまあ治めてますよと。その時の主権者は国王であって、君主ですよね。はい、じゃあ今の国王って誰なのと特に日本ですね。はい、国民国家、民主制の国民国家における国王は私たちなんですよ。はい、国民。主権者だから。うん、はい。ということはですよ、その財政政策がその国王の好きにならないってことですよ。うんうんうん。財政主権がないってことは。はい。まあもちろんさ、現実ないんだけど、<laughs> 財務省にのばれちゃってるから、その上、為替 市場というものですよねあの思惑で適当に決まるところですよ、こういったなんだけど。そこに財政の主権奪われるんですかということになります、ねうんうん、それをなんか普通に、あそんなもんですからって言うんだったら、少なくとも政治家たる資格はないよね。結構情けない話ですよ、ね。情けないでしょうん、情けない。うん、あの、まあ、我々が決めていいんです、うんうん、財政政策は。で、あのユーロ加盟国とか固定国、川崎場馬の国はそれできないんですかできないけど、はい、日本国民はできるんだよという話をね、 その理解しなくちゃいけない。はい、で、この話がやっなのは、その為替市場ね、と、あの、んでしょう、財務省っていうのは、利害が一致してるんですよで。両方とも日本国民の財政主権を行使させたくないんです。へえ<ー>。ど、はい、ど、どうして基本的に、財務省はわかりますよね。はい。自分たちの衝益のためなんだけど、うん、為替市場っていうのは、はい、あの、要は経済学なんですよね。 アダム・スミスミをそうとするシン新テ典派経済学とか経済学っていうのは、はい、基本的にはですね国家の関与を嫌うんです、うん、経済に対する。なるほど、はい、だから国家が自ら財政政策を裁量的に決めるなんてとんでもないという前提に立ってます彼らえでもその財政政策受けて結構思惑みんな。 あれして決まるんんじゃないですすかかでそれもありますでも何が効くかわからない何が効くかわからないんだけど彼らにとって市場で決定されたことは常に善なんですよ本当そうでだから当然財政政策も市場に従うべきだとだから金本位制なんですあ市場の方が強いみたいな感じはすうんですか強いんじゃなくて絶対なんですよええここちょっと理解して理解できないと思うんですけど市場が決めたことは常に正しいんですよ そこに政府が横やり入れてるってイメージなんです。<ー>彼らからしてみると。はい。だから財政政策を国家がね、あの、試験に基づいて裁量的に行うなんてことはとんでもないと。じゃあ誰が決めるんですか市場です。え、でも一番不安定じゃないんですかそうですよ。<ー>そうですよ。<laughs> ただね、これはね、もうなんつうんだろうな、あの、理想の話なんだよね。うん、例えば本当に経済人っていう人たちがいて、経済合理性以外の価値観を持たない人がいっぱいいて、で、彼らの、あの、与,与えられた情報が平等ですと。 それでフェアに競争したら、公用が最も高まります。という理屈は成り立つんですよ、確かに。もそもそも経済人なんていないじゃん。はい。さらには、情報が平等公正なはずないじゃん。うん。っていうわけなんで、前提からして間違ってる学問っていうのが経済学なんです。その経済学に従うと、市場が神です。はい。で、国民が主権に基づいて財政を行使するなんてとんでもないと。いう話になるんです。<ー>もちろんあれですよ、インフレになるとかですね。 はい。好き勝手なこと有権者言うから、その通り政治家がやってたらとんでもない言い方になるじゃないかみたいな、そういう理屈つけてんだけど、うん、根本には市場が絶対だっていう考え方がある。<ー>はい、だからもう、それが財務省にとってはすごいわけですよ、ね。はい、はい。いや、為替レートに財政政策がコントロールされるんですよ。そんなこと言ったら財務省の官僚もいらねえじゃないか,楽しかって話なんだけど、緊縮、はい、財政には利用できるでしょレトリックとして。このままだと円が暴落します、ね、みたいな感じで。 とということでで今日はですねちょっと為替レートと財政政策の関係についてお話ししたんですけど、はい、難しかったかなちょ,かたちょっと難しいだからねいろんなちょっと幅広い知識が必要なんだけどもとりあえずあの為替レートがあの財政政策によって左右されるっていうあのかあのでしょう直接的な関係性はありません間に思惑っていのが入るんだよね、はい、<laughs> 思惑っていうのが入るんでその事実だけ覚えていればですね、まあ、いろんなレトリックに騙されないで済むのかなと思います。 財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか2021年に財務省のトップ矢野浩二財務次官はこのままでは日本が財政破綻すると警告する矢野論文をですね発表しましたしかし実はこれは真っ赤な嘘なんです実際 財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと,というですねことを語っているわけですしかし財務省のトップ矢野浩二事務次官をはじめまだ財政破綻論の嘘を広め日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちませんそんな嘘を見破り 騙されないようにするための書籍がこちらですね財政破綻論の嘘この書籍を読んで日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してくださいいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね